ムーブジャパンイマジニア小文字の EMI のエミです。こんにちは。今日私はオーストラリアはシドニーで行われておりますホットロッド&カスタムオートエキスポに来ております。これは国内最大級の屋内のイベントで、今回400台もの車が集まっているそうです。その様子を皆さんにじっくりお届けしていきたい。あ、やだ喋れない。その様子をじっくり、アナウンスまで入っちゃった。また後で言い直します。今回のというより毎年なんですけれども、このイベントの会場となっておりますのがこちら、ローズヒル競馬場となっております。すごいですね、この競馬場の中、ご飯食べたりカフェテリアがあったりするところに車たちがガーッと並んでるんです。その競馬場がこんな感じです。かっこいい。それでは皆さんに会場の様子をご覧いただきたいと思います。その前にこのイベントの主催者のクールカルチャーのオーナーでありますアンディのインタビューになります。どうぞご覧ください。 Hello, it's Andy from the Sydney Hot Rod Auto Expo. We're here with Emmy, away from Japan, Yokohama, and we're going to have a lot of visitors, and we're very excited. The show started 9 years ago. It started from 1,500 people. Last year we had 15,000 people. So we're on a good thing, hopefully. We've got a lot of international guests, a big variety of cars, motorbikes, push bikes, pedal cars, and a lot of traders. The show is probably, it's more run like a family show, so it's not just about the cars, it's about the people that come to the show. So if you cater for that, you don't have any problems. Every year it's growing, and next year's our 10th year, so we hope we get a lot more people. Thank you. ここからは展示車両のショーカーたちをご覧いただきたいと思います。たっぷり撮ってありますので皆様ゆっくりご覧ください。
Enjoy the Hot Rod and Custom Auto Expo. And if you want to take something home with you, please head on up to the merchandise stand and take home either a cap or a jumper or a t-shirt from the Hot Rod and Custom Auto Expo 2023. ちなみにここのセクションは去年なかった新しいセクションになっております。毎年毎年どん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 新しい車たちの参入も増えているそうで、来年はまた別の車たちも集まってくるそうです。新しい車たちも注目です。毎年日本から参戦しているカスタムペインターの星さんです。星さんのペイントは全てディテールがとっても細かくて、見ているだけでうっとりしてしまうような作品でございます。
Bye bye. Bye こちらのショーのもう一つのメインイベントがこちら、新しいカスタムカーのお披露目会です。このようにこちらは新しい車ですといった感じのお披露目を何箇所かで行っておりました。
ちなみにこの車の製作には9年ほどかかったそうです。Okay, ladies and gentlemen, number three, we have a very special vehicle that's come all the way across the Nullarbor. This one is put together by the Cruisin' Automotive team, and we can see here, Ian is on my left, about to be on my right, as we get ready to unveil a very special five-window steel 32 coupe. Ian, this is sensational. Yeah, it's, a Euro Pacific steel body, untorqued, and it's been conversation about. お腹が空いたわ。あれがすごい美味しいって言われてるからすごい気になってんだけど。でもここミートパイも美味しいんだよね。悩みが尽きませぬ。お昼ご飯の時間です。今日のお昼ご飯はこちら。ピタパン。でもまさかの。フレンチフライが上に乗ってるっていうスーパーカロリーオブザイヤー受賞のご飯です。こちら食べていきたいと思います。 Hey Vegas, oh my god, thank you. キャンディーもらっちゃいました。食後に食べようね。じゃあピタパン、まあ、召し上がっていただきたいと思います。私にいざ実食。ヨーグルトがしっかりしてて、ヨーグルト風味のピタ、あ、ちなみにラムのピタパンです。美味しいございます。あとフレンチフライもね買ってきていただいたんですよ。オープンザボックス。あ、すごい量。あ、嫌な話。美味しそう。普通のフレンチフライ味ないね。だからこれの上に乗ってるのと全く一緒だ。ちなみにこのピタパン20ドルっていう超高級ピタパンじゃん。20ドルって10ドルぐらいじゃないですか。いや10ドルじゃないでしょこのご時世。ちょっとフレンチフライもね一緒にね食べてみたいと思います。も一緒に。これはこれでよ。ちょっとだったらね。あんまりいっぱいはね。あれだけど。ラムも美味しい。やっぱりオーストラリアはラムの名産地だからね。オーストラリアにいる間にできるだけラムを食べたいと思ってます。それが私の今回のオーストラリアの抱負です。ブリスケットただいま届きました。よく食べてみようと。お箸で取れちゃう。玉ねぎピクルスとともに、うん、すんごい美味しい。柔らかい。油はすごいけど。写真撮ります。写真も撮りました。本日のお昼はピタパンと、フレンチフライとブリスケットちゃんでした。会場の外側では生バンドによる演奏も行われておりました。皆様思い思いにこの場を楽しんでおります。このショーは同日と2日間に及ぶショーなのですが、2日目の午後にはアワードもありました。そしてムーンアイズピックに選ばれた車がこちら。夜みんなで行ったディナーでは我らがシゲ菅沼のお誕生日もお祝いしていただいちゃいました。世界中にお友達がいるってとても嬉しいことです。感謝感激雨嵐、皆さんいつもありがとうございます。
回このイベントではですね、ムーンの洋服を着てくださっているお客様が非常にたくさんいました。なのでちょっとアドマチック天国風にお届けしたいと思います。ご覧ください。Artwist.io Music licensing reimagined.Artlist.io以上でホットロット&カスタムオートエキスポのレポート終了です。皆さん今回もご覧いただいてありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you next time!